殺されるって思いました。あとね、ガミさん垂れ込みあったよ。え？僕じゃない、僕はマジでスクショ送ってないですよ。いやマジで僕じゃないです。途中の議論中の梅剣が白くなったな。動きクソ怪しかったけど。え、クルメイト。配線タスクがあるのラッキー。停電が来たらいける。あ、無理やった。ええ、やばい。あれ金庫じゃないの？違う。2秒以内ぐらいのキルです。これ下位置は分かるな。あれ、あ、ん、どこ、ね、あのほぼほぼリアクター右。右？右だ。リアクター右。っていうのが、俺も中野くんを金庫っていうか宿舎あたりで見ていて、で、あのパタパタが右側に行ってんのよ。それは藤宮です。それ藤宮が。え、それ宮ちゃんなの？はい。それ藤宮が乗ってる。で梅ぶりとアーカイブシャワーで合ってるから。うんうんうん、はい。あれもバイタル、バイタル情報があって2秒前にジェットがついてます。あれ待って、金庫に入らなかったっけ？そうですね。初手左に行った人が誰かいたはず。金庫に行ってると思うけど。あれ？仮に金庫だと仮定したら梅ぶりが僕視点で弾けます。まあ、僕ハンバーガータスクやって上最後エンジンまで行ってるんで、金庫の奥やったら僕もガミさんもギリできるんじゃないですか、ベンジやったら。いや、わかんない。金庫に行って別に。いやいや、あのミーティング側に来てる可能性もあるから。ミーティングに来てる場合は、まあ、僕容疑者なんですけれども、うん、僕エンジン、七子さんってこれどこ脇？なんか七子さん挙動が良かったんだけど、僕視点だと。ごめん、俺今なんでそう思ったかっていうと、俺エンジンやったか宿舎やったかどっちかで湧いて、で金庫室でタスクやってるはずなんですよ。で、中野くんがあのそっち側に出て行ったのを見たので、であのパタパタが左側になかったから右側行ったんだなと思ったのよ、はいはい、で俺今ミーティングルームにはしご上がったところなんですよ。じゃあ、はいはいはい、藤宮くんが乗ってるのが正しければ、うん、藤宮は 100% 乗ってる。ミーティングルームじゃない？え、その場合って、ちなみに俺はミーティング奥です。で、七子さんが橋を上がってるんでしょ。で、僕はアルマを見てないんですよ。だからミーティングに僕視点だと来てなくて、高田さんはまあ奥に、アルマが先に抜けてる場合は奥で切れることはできる。基本プテになると思うよ、その情報が正だとね。七子の情報が正だった場合ってプテ以外ありえなくなる。え、待って、僕七子さんってあれでしょ、はしご上がってるんでしょ。はしご上がってる。まあもちろん、うん、そうか、七子さん視点でエンジンに下ってるっていう可能性は、あ、それはゼロじゃないと思うよ。うん、うん、お、俺がプテ、あ、中野くんの動きで一番想像しやすかったのがパタパタがないからそっち側行ったんだなと思ったっていうことだから、もちろんミーティングにも行ってるだろうし、行ける可能性あるだろうし、エンジンに降りてる可能性も、うん、あると思う。なんかそのパタパタの下りがあったから、七子さんが言ってることが僕は本当かなと思うんですよ。なんか嘘ついてなさそうな感じがすごくあるから、うん、まあその場合は高田さんが奥で切ってないんだったらエンジン下ってることになります。僕キルイチなんてね、エンジンだったらトータスさんができるんで白は取り下げます。いや、ガミさんの方が先行ってないですか、上。え、僕今展望ですよ。あれ、最初武器庫の方抜けませんでした？武器庫の下やって上行くトータスさんとすれ違って展望です。ああ、なるほど。はい、もう一回エンジンに下っていた場合に誰が切れるのかっていうのを、うん、貨物がね、貨物がとりあえず3人は梅源、源、誰か、ネロ、梅源、ネロでした。なんで、はい、この3枚は弾いてください。でアーカイブのとこで藤宮君とハイブリさん見てるから、僕からこの4人に白が出せそう、うんうん、僕がマックスで走って、あの、なんバーガー助けてマックスで走ってエンジン左の配線のとこまでしか行けてないんで、まあそこまで来れてたら感じですかね。僕はガミさんの方が先行っててすれ違った感覚なかったんで、ごめんなさい、ガミさんの方が上先行ってると思ってました。僕武器庫の下閉まって出るとき上行くトータスさんを見て、で今キッチン展望で、展望の配電盤前で終わりって感じです。じゃあキッチン側で可能なのはトータスという認識で大丈夫？トータスさんか、あと僕もキッチンからの弁当が一応あると思います、エンジンメインあたりだったら。ああ、なるほどな。ちょっと僕視点すっきりさせたいんですけど、僕エンジン単だと思ってるんですよ、自分は。あとなんか七子さんが壁にめり込んでたんであれかわかんないんですけど、エンジン単で、七子さんの主張ってアルマが金庫でタスクをやってるの。その場合って僕、アルマと、エンジンに下っているパターンのアルマとすれ違わないのは違和感ないんだけど、
アルマが左一瞬金庫入ったんだけどすぐ出てって下行ってるっていうんだったら僕とすれ違ってないから、アルマはミーティング奥に行ってると思うのね。さあ、どうだろう。ああ、ちょ待ってね、停電明けってこれすぐボタン入ったっけ、そのターンって。いや、すぐではなかった。停電起きてないましたっけ。あ、そうですよね。じゃあプテってさ何してたのずっと。いや、僕ミーティング普通にそのまま歩いてったボタンですけど。ちょ待ってね、アルマとすれ違、アルマが金庫タスクをやり、プテはすれ違わずに行く場合は、うん、アルマが金庫を出るよりプテ橋は先にミーティングに行かないとダメじゃん。うん、ああ、七子、さっきも言ったけど、七子さんが、なんか、どこ脇なのかなって聞いたのは、七子さんが僕視点でエンジンとあの通路の壁にめり込んでたんですよ。だからそれを少し見て、少し見てた時間がありました。プテの主張としてはエンジンに巻いて何もタスクはやってない、待機したってことね。ちょっとそうですね、登って宿舎、なんか宿舎ぐらいのその通路で少しだけ見てましたけど、アルマはその時は僕は見てないです。あのターンって停電も何もなってなかったっけ。 なかったと思うけど。なってなくて、俺が配線1個とダウンロードちょっとだけやれてるぐらいの長さはあったから。そうだね、な、俺がミーティングに上がって奥のタスクやってボタン押しに行こうとしたらボタンが入ってた。めっちゃ入るやん。なんで金庫に残ってた場合は奈良子さんができるって認識で合ってます、うん、あ、そうじゃない。これ僕が言ってる人の主張を知りたいよ。どこで僕が切ってる主張なんですかね。これミーティングじゃない。ミーティングだね。ミーティング即切り、即切り即ボタン。うびくしょ、怖いって。もう、もう扉の不死身はめっちゃ怖い。急に驚かせに来る。いやー、ウムケン。おお、富士宮視点でトンカツさんに生きる無理。ガミさんミーティングじゃない。うん、合ってる。やろう、だって宿舎脇一緒。金庫へ入って着替えタスクも一緒。その後別れてガミさんは上、俺は、ダウンロードして終わってはしご登ろうとした時に停電だったんで、そのままパタパタ乗って右へ。はい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 、うん、それはその通り。パタパタ乗った人がいる。ハイブリさんなんですが、死人があって停電始まる直前にエレキでお会いしてます。ん、うん、エレキいましたっけ。僕これって初手の話すること可能ですか。初手の話になったらプテがまだ釣られると思うけど、うん、まあ、このターンプテが候補だったら白言っといた方がいいんじゃないかなって感じだよね。まあ僕は死人がないから候補入っちゃうと思います。はい、浮いてるんで。宇宙役も無理やと思って。一応他の人の位置どこ今。うん。展望です。藤間どこで停電。昇降機右で、最後は東田さんと見張ってる。勝ち合ってるのも確認してますっていうか、ちなみに俺が貨物で勝ち合ってる。うん、最初前下がり真ん中勝ち合い。うん、そうですね、うん。右の2個が最後、僕が開いた時は右の2個がついてなくて、俺が右側2番目かな、多分、を押しちゃったって感じですね。一応藤宮シェリフで今日はプテさんに入れたいから、まあプテさんが来るなら話してほしい、まあ、そうね。配置したいんだけど、あ、僕視点だと、七子さんがミーティングに上がっており、高田さんがミーティングの奥にいるんですよね。だから僕が七子さんって別に光ったとか言ってなかったよね。うん、まあ、だからミーティングにしたいないんですよ。あ、はしごの途中で終わり？なんか上がったって言ってなかった。てか今回のキルってさ、ガミがミーティングの場合って七子以外誰できんの？むしろ、あ、僕がバイタルで置いてます。エレキバイタルで両方人外だろって思っちゃうっけ。うん、てかエレキマットインサーバーだったら人外じゃないと思ったけど、キル関われる候補で言うと、もちろんプテが奥にいる可能性もあるし、トータスさんが今パタパタに右行ったって言ったけれども、普通に切った後降りてパタパタに向こう行ってる可能性もある、うん、うん、いやてかゲンさんの主張的にプテしかありえなくないですか。そうなんですよ、プテさんがもう私合わないから、うん、ハイブリ3キロプテさん、まあ多分俺が白出たのは藤宮君のキルクール的な話なんじゃないかなって思うから、うん、ただなんか七子さんの人外度も割と高い。いやな、そうなんだ。七子さんね、メインまでは一緒に上がったかな。七子インポスタープテマットだろこれ。ほう、高田さんです。張ってそうな気がする。
まあ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 、はい、高田さん残念、うん、なんかね間違ってんの。いや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 、はい、僕インポスターです。ああ嘘は良くないですよ、ガミさん。いやいやいや、ガミさんミーティング上がってボタン前にプテアスさんいたから、あ殺されるって思いました。 あとね、ガミさんタレコミあったよ。え？いや僕じゃない、僕はマジでスクショ送ってないですよ。いやマジで僕じゃないです。え、何の話ですか。いやでもなんか、いや僕じゃない、僕はマジでスクショ送ってないですよ。いやマジで僕じゃないです。え、何の話ですか。いやでもなんか、エゴサしてたらスクショ貼られてた、ツイッターに。基本的にさ、日頃の行いってあるからね。どうなんだ、インポスターだったのかじゃ。はい、ごめん、落ちちゃった。いや、全然いいでしょ、うん、で、今停電直しました。直したちが勝ち合ったんで、最後真ん中勝ち合ってるはず。うん、それまた僕です、すいません。マット否定、ね、まあ、一回、さっきの停電勝ち合ってるのが昇降機右で藤宮、貨物で高田さん、展望でネロちゃんっていうのは合ってるね、うんうん。で、梅源は最終位置はどこですか。梅源はシャワー。私は、バイタルから貨物に入るぐらいで終わっています、うん。梅源七子さんでエレキの勝ちを一緒にやって、途中で5番あたりで源さんとすれ違った、合ってますよね、源さん、うん、ですね。で結構序盤っすね、それだから、うん、でその海辺さん来られたらその後だと思います。でその後僕と七子さんがメインに上がって、僕が暗室やって出たら七子さんが、どっち行ったか分かんなかったんですけど、その後僕はシャワー入っていなかったんで、多分左に行ってそのままミーティングの方行ったのかな。そうです、うん、源さんと梅源さんってどうやってエレキ行ってんすか。の貨物脇、あのターン私メインだと思います。エレキのガチャガチャやってました。貨物脇、高田さんと誰かはいて、高田さんが覚え源に最初入っていったかな。うん、うん、うーん。これって結局ゲンさんが停電開けた時にブリちゃんを停電の時か、あのあエレキ停電始まるぐらいの時に、はい、エレキの右の方で見ました。だから私はてっきり貨物方面にハイブリさんが行かれたのかなと思ったんですが、うん、まあ、プテスさんがその辺にいるって一緒だったら、まあ、プテスさんがエレキで切ったのかなっていうのが私です、うんうんプテさんがエレキ側のハイブリさん切るってすると、ミーティング側のキルが七梅とか、梅毛さんもなっちゃうのかな。ああ、まあまあメイン弁当、うん、いや、うん、まあでも到達さん視点で結構直近なんですよね、その死人的に。いや、あのね、ダウンロードを始めてるんで、俺別れた後に。ただリアクター左へ入っていくガミさんまでは見てるって感じで、ダウンロード終わってはしご登ろうとした時に丁寧入ったんで、そのまま右へパタパタって感じやから、まあ時間はあるけど、まあ、これはほぼプテ黒を決め打ってるから一旦待ちでもいいかなと思ってます、うん、はいはい、うん、ね、そうっすよね。なんかマット否定されてんのが藤ネロ高田七子なんで、トータスゲームメキンは直せたら直してほしいです。はい、はい、うん、うん、かな、うん、むずっ、むずい。え、マットかなと思ってたんだけど、うん、証拠は上がってんだすいませんでした。風評被害を垂れ流してさ、何の下りですかこれは。なんか会議のねチャットでなんか後ろ上げるよ、うん、ガミさんがね、俺がいない回で俺をいじるというね。違う、愛ゆえにです。愛ゆえに、愛ゆえに、愛ゆえにあんな汚いいじり方する。何がブリブリや。一般に貼るのはね、あれだから DM で送ってあげるよ。 ありがとうございます、ありがとうございます。え、なんでガミさんがありがとうございます。いやいや、高田村のあれに貼られるのかと思って。いやいや、試合終わったら一般に貼りますよ。やめてください。危ないとこだった。いい大人がほんまに。おう、しんどいな、うん、ああトータスさん、ラウンジから貨物に行くのに最初すれ違ってますね。梅七貨物脇ラウンジ、いや、アーカイブじゃない、梅七は、いや梅七貨物脇ですね。でラウンジアーカイブ行くときに、トータスさんがアーカイブからラウンジ入ってきてる。停電直したのは誰ですか。でないなら太田さんが貨物で直してそうなのかな、うんうんうん、まあ、だとするとやっぱ高田さんとネロちゃんはまあほぼ無理ですね。
停電明けに見合ってるんで。エレキでね。うん。あと、高田さん視点で出していただけると思うんですけど、私、このターン、高田さんとエンジン脇で、高田さんが右、弦が左に流れてる、弦ずっと左下、キッチン展望あたりにいます。あ、まあ、宿舎分け、まあ、そうね。宿舎からエンジン下った。あ、そうです。そうそう、エンジンまでご視聴しましたね。停電からどんぐらいでしたっけ、ボタンまで。まあ、5秒以上は経ってるはず。高田さんがそこで直したって仮定すると、そこから移動できる距離がだいぶ限られてくるから。まあバイタルぐらいじゃないですか。まあインポスターが直してない限り、うん、うん。エレッキとかにいる人誰かいない。エレッキは最後まで俺がいる。梅健さんの情報が真なら田中さんは無理ってなりますね。うん、うん、うんうん。ネロちゃんはさっきの2キルはかなり厳しいと思うんだけどな。仮にエレッキがプテってすると、え、プテってごめん、エレッキで見られてたんだっけ誰かに？俺と梅健と見られてない。まあそこ見られてないから、ね、どっからどっから見られてないんですよ。俺あのね、ミーティングキルをプテだと睨んでるから。はいはい、確かにそれもあるね。ああ、でそうなった時に、ブリちゃんのキル候補位置が、梅玄剣士になるのよ、候補がね。うん、うん、でも多田さんはハイデマン勝ち合ってるからかなり難しいと思います。いや、うん、今回左側が確実無理なのが藤宮君から高田さん、ネロちゃん。高田さんは無理かな。まあネロちゃんは一応エレキに置いてきてるから、まあ多田さんが奈良子さんの、うん、推理が真なら貨物とかで殺されてる可能性もあるってことですか、ハイブリさん。貨物だと源さんはね、まあみんなの目をかいくぐって右に移動するの結構難しそうっちゃ難しそう、うん。宮ちゃん視点で今回剣士白が出るんだったら梅源の2択だと思うよ、うん。いいの、私も高田さんに関しろが出せなくなっちゃうんですよね、貨物します。いや、高田さんはハイブリさんがいるという可能性があるならちょっともう一回ボタンある人を入れてほしいです。はい、進行を決めるために、うん、梅源押しに行くのね。オッケーオッケー、押していきます。頑張れー、頑張れー、タイトルね。頑張れー。相方誰ですか？源さんです。いや、源さんは絶対おはげです。おはげ、おはげ、それは、うん、それはマックスメイトです。関係なく。おはげマックス。関係なく。いやいやいや、そうですよね。あ、源さんか。はい。はい。あ、梅家さんも同じ位置にいました。ちなみに今。うん、梅健さんを村で置くのであれば七子さんできる、うん、できない。でできないできない、いやできないと思う、うん、できない。でネロちゃんもその2キロ来たターンに展望でハイデマ触ってて、しかもエレキに源さんいて、だからハイブリさんが展望まで行ってないとキルできないと思うから、で原始点でハイブリさんが展望まで行く時間ないんですよ、うん、あるとしたら貨物なんですね。なるほど。なのでプテさんかガミさんの方があるのか。だからまあやっぱ、まあ七子さんの言ってる通り、まあ梅健さんをクルーで置くならもう源さんとほぼ対抗かなと思ってます、うん、だとしたら私試験だったら高田さんぐらいしかないかな。貨物方面にハイブリさんが流れてた場合、高田さんが貨物でハイブリさんを殺してハイデンマンカチカチしてたってかね。俺が、マットメイト否定されてるから言うけど、源さんはほぼ無理だよ、さっきのキル。うんうん、ほぼ無理か。無理じゃない。どこで会いました？どこで会いました？エンジンまではセットです。左側に行ってるから右側に行く場合って、うん、エレキはネロちゃんメインだから、メインを奇跡的になんか俺らがエレキ一瞬行った間に右行くしかないから、うん、まあ相当しんどいと思うけどね、右に行くのが。でもそうなった場合2キル起きたターンに2キルできた人物って梅健さんは白く、いやだから梅高源で源さんできないから、うん、高梅の宅なんじゃない多分。いや、高田さんが多分藤宮君から、うん、まあさっきのキルがかなり白っていう、そうそうそう、うん、なんか割と源さんかなと思ってて、梅健さんがマットだったらもういろいろ変わってきますよね。これ梅健さんの情報新前提で今右にお肉があるって多分想定ですよね、うん、てかね、源さんが右行くのかなり厳しいと思うから高梅の宅でいいと思っちゃうけど、源、うん、さんが右行くの厳しいな。あ、さっきのキル高田さん視点で。そうなんですよ、私はそうエンジンから左に流れてるんで、でもそれは僕、うん、視点をかなりかいくぐらないとダメになって、うん、まあ奇跡のすれ違いをして弁当もくぐってで右行くしかないと思う。現在高田さんの強靭はないので、高原のラインもないと思うので、うん、僕はこのまま梅健さん釣りでいいかなと思ってます。そうそう、高田さんがね僕対抗してて、僕高田さん押せないから源さんしかないんですよ。で、はいはい、メイン通ってるというか今回いないから、メイン通ってるよ俺が。
あ、通ってる。梅健さん投票でお願いします。俺通ってる。だから源さんが厳しいと思ってる。俺がメインを通ってるから。俺も多分藤宮も通ってるよね。藤宮くん。あ、じゃあ高田さん切ってほしいな、一応。確定演出じゃないの？源さんよりは高田さん。俺ボタン行く。え、確定演出じゃない？違う。いや、違います、違います。演出、演出。演出、演出。違います、違います。演出。あ、源さん待っとか。いや、高田さんが、そう、定例直されたのは強かったな。マット否定されてるから。源さんかと思っちゃったわ。いや、源さん、俺視点がね、めっちゃきついから、多分。あ、そうなんだ。そう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 。いや、一応言わない、いや、でも言わなくても、結局、七子さんから情報出てるかと思ってた。切れずに。言わざるを得ないか。まあ、僕は神さん切るしたい、ミーティングで。ああ、そういうこと。よし、じゃあ行きますかね。はい、お願いします。はい、お願いします。